103丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄レキシントンアベニュー線の駅である。マンハッタン区のスパニッシュハーレムにある、レキシントンアベニューと103丁目の交差点に位置し、4系統が、深夜のみ、6系統が、終日、6系統が、平日20時45分までの混雑方向に、停車する。改装前のホーム1918年7月17日に、 この地下駅は開業し、相対式ホーム2名4線を有する。中央にある2つの急行線は、日中の4系統と5系統が使用する。110丁目駅を除くすべてのグランドセントラルマイナス42丁目駅と125丁目駅の間にある、他の駅には、上の木座橋に観光線があり、下の木座橋に急行線がある。両ホームには、壁の一定の間隔ごとに、 103と書かれたトキータと、103、RD ストリートと、タイムズニューローマン自体で書かれた駅名のトキータがある。1990年代の改築前、黒板は横向きに、天井から吊るされる形であったが、改築後には撤去された。各ホームの南端に緊急用電話がある。1990年代当時期のアートワーク、ニッツアタフィノによる、ネオボリケンが設けられた。 2015年に南行ホームが2016年に北行ホームが改装されている。改札はホーム上にあり、地上へは2本の階段が接続する。ありがとうございます。